はい、皆さんこんにちは、マンダルグリーブスです。今回はコンパチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。前回ハマーンからですねアクシズへの行き方を聞きましたので、今回も早速アクシズへと向かっていきたいと思います。アクシズに向かうためにはザビ市にある自然公園から地下通路を通ってネオアクシズへ潜入するということをハマンから教えてもらいましたので、まずはザビ市に向かいます。で、ザビ市の西にある自然公園ということだったので、早速自然公園に向かいましょう。ここがその自然公園ですね。クニオ君みたいな人がいますね。で、ここにいるこの管理人がハマーンの手下ということですね。で、今この番人が出してくれた地下通路、ここからアクシズへと入っていきましょう。では潜入します。まあこれダンジョンになってますね。ではダンジョン進んでいきます。ダンジョン進んできたところでジェリドがいましたね。貴様らか、どうやってこの地下通路を嗅ぎつけた。ジェリド、ティターンズがどうしてここに。ふっ、そろそろ教えてもいいだろうな。よく聞け。もうすぐエウゴ共和国でクーデターが発生する。我がティターンズが政権を握るんだ。なんだって、ティターンズがどうして、まさか。ふふふふ、そういうことだ。ティターンズはネオアクシズと手を組んだのさ。今頃、エウゴは大混乱に陥っているだろうな。急いで戻った方がよくないのか。ゼウスの本部はダカールにあるんだろう。もっとも、もう手遅れだろうがな。ははははははは。戻る決心がつかないなら、つけさせてやるよ。こうやってな。これ、ジェリドと戦闘になりそうですね。くっ、急いでダカールに戻ろう。おっと、そう簡単には行かせないぜ。俺が相手だ。コール、バウンドドッグ。ということで、ジェリドが最後に乗っていた機体、バウンドドッグと戦闘になるみたいですね。まあ、ここは全力攻撃で行きましょう。ウルトラセブンは、ウルトラギロチン。ライダーは、そうだなチェンジして、ロボパンチ。アムロのニューガンダムはノーマルショット。で、タロウだけは一応リライブ光線打っておきましょう。どの攻撃してるかわからないので。なかなか火力あるな。ちょっと侮ってたな。戦後への攻撃力持ってますね。これ、しかも2回攻撃なんで、2連チャンで食らうとちょっと厄介だな。死人が出る可能性がありますね。2連チャンで攻撃を受けると。ちょっとそこは、運任せの部分もありますけど、まあ、一旦はこのまま攻撃を仕掛けましょう。まず一発目。戦後だからな。同じ相手に2回連チャンで攻撃食らうと運悪いと死にますね。あとはクリティカル食らっても死亡する可能性があるから。敵は1体なんで、なんとかね、ここは火力を前面に出して、しのいでいきましょう。ちなみに装備はですね、あまり新しいものが買えてないんですね。お金が結構シビアで、新しい装備を買うにはもう全然金が足りないよっていう状態です。なので、装備は1世代前のものを装備してるんで、まあ、そういう点でも防御力がちょっと厳しいのが、ここで出てるのかもしれないですね。まあ、ただ、もう一段階強くならない限りは、このまま、必殺技を打ちつつ、タロウの回復で、倒せそう感じがします。ちなみにご覧の通りウルトラセブンとニューガンダムに関してはヒットポイントマックス値が3000超えてますね。倒しました。ま、危険はあんまり感じなかったかな。運が悪くなければあっさり倒せるかなと思います。やりやがったな。このままでは済まさんぞ。てん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 。
ハロ、急戦だ。緊急事態です。突然キタンズがクーデターを起こしました。そう、さっきのジェリドのセリフは本当だったんだな。そっちは無事か。急いでそっちに戻る。それは不可能です。キタンズは英語共和国に通じるすべてのルートを封鎖しています。ただ私はネットワークを通じて避難できますが、エマさんが、それじゃあどうすればいいんだ。データ不足で解析不能です。あなた方の判断にお任せします。ち、肝心な時にいつもこれだよ。役に立たねえコンピューターだ。仕方ない、僕たちで何とかしよう。と言いつつここ進めないですもんね。なんでちょっとまたザビ市に戻りましょう。戻る時も一旦戦闘になりますね。敵もね、だいぶ、この、ダンジョンに出てくるものが強くなってきたんですね。ここにはマラサイとかズサ3が出てますけど、他の敵も強力になってます。まあ、一旦、それではザビ市に戻ります。地下通路から出てきたとこですね。万人のじいさんがいないぜ。まあ、確かにじいさんいましたよね。トイレかなんかじゃないですか？トイレがあるように見えないけどな。イベントの予感がします。あ、いる。じいさんだ。待っていたぞ、ゼウスの諸君。あれ、じいさんどうしたんだい？声が変だよ。ふっふっふっふ、ほっほっほ。違う。こいつはバルタン星人か。わば。貴様らに倒されていた我が一族の恨み、晴らしてくれよう。まあ、確かにバルタン星人って、ウルトラマンシリーズに何度も出てきては、何度も倒されたりしてますよね。心配するな。もう一度合わせてやる。地獄でだ。バルタン星人ですね。そうか、バルタン星人と戦闘になるんだな。まあ、ここも一応全力攻撃で行っとこうかな。心配はあるんで、全力攻撃で行きましょう。一体ずつ確実に仕留めていこうがいいかな。太郎だけは回復でいきます。バルタン星人3人ですね。火力はそこそこですけど、まあ、こちらのだいぶヒットポイントも余裕があるので、まあ、十分倒せそうな感じかな。ではこのまま続けていきます。倒しましたね。まあそんなに強くはなかったので、最後はもうノーマル攻撃中心に倒すことができました。セブンと太郎がレベルアップです。け、口ほどにもね、それはどうかな。何？また戦闘か。なんか、退ける条件とかあるのかな？よくわからなかったですね。ただ、同じ要領で一旦攻撃は仕掛けていきましょう。バルタン星人で、先ほど戦った3体と何か変わった様子はなさそうです。で、一旦全体攻撃一通り当てたら、ノーマル攻撃で削っていきます。さっきと同じです。倒しましたね。特に何か条件があった感じはしないんですが、今度こそ倒しましたかね。くくくく、甘いな。何？これいつまで続くんだろう。ちょっとヒットポイント余裕あるんですけど、めんどくさくなってきてるんで、どっかのタイミングで何か条件があるんだったら、その条件を探らないといけないですけどね。はい、倒しました。
もらえるお金の量が微妙に違ったりするのは何なんでしょうね。こいつはキレがねえ。倒しても倒しても分裂しやがる。ここは撤退した方が良さそうだ。ここで一旦撤退かな。くっ。絶対絶命ですね。太郎、お前何か嬉しそうだな。さて、そろそろとどめよ。そう、うまくいったよ。お、なんだ。お、ゼウスのメンバーがやってきてくれた。貴様ら、まだ生きていたのか。あいにくだったな。カミーユが助け出してくれたのさ。バルタン星人、そろそろ貴様の分身も尽きたはず。おとなしく降参しろ。むむむ、覚えておれ。若い一族はたとえ最後の一人になろうともお前たちを倒す。ボーン。これでバルタン星人を撤退させることができました。カミーユ無事だったのか。よかった。さっきのバルタン星人の罠にはまってしまったところをカミーユに助け出してもらったんだ。カミーユよくやったな。と、そうだ、大変なんだ。エウゴでティタンズがクエデラを起こした。ティタンズが、エマさんは無事なんですか。あ、エマさんとカミーユはね、ただならぬ関係といえば、まあカミーユが片思い的な感じでしたからね。わからない。エウゴに繋がれるとは全てティタンズが封鎖してしまって。そうか、こうしてはいられない。すぐにエウゴに行こう。我々は、ライダー大陸のルートを渡ってみる。君たちはこのままムンゾからのルートを渡ってみてくれ。わかりました。では、ダカールしてまた会おう。もう、ここでまた別れるんですね。できればゼータガンダム使いたかったなぁ。では、一旦ザビシに戻ります。で、ちょっと徘徊してるところなんですけど、またシャアのところに来ました。なんだ、また来たのか。私はこれから出撃せねばならん。何か用なら早めに済ませてくれ。担当直入に今日、ソロモンへ忍び込む方法を知らないか。知らんな。そんな話は聞いたこともない。ガルマ、なんだソロモンに極意で潜入する方法、そんなことも知らないのか。あそこはもともと我がジョンの町だ。町の構造は知り尽くしている。いや、このさ、シャアはないよって言ってた横でガルマが話をしている。これシャアはどういう気持ちなんでしょうね。ダメだ、今は友好的だが、いつエウゴと敵対するときは来るのはわからん。その時に秘密を知られていたは甚だ都合が悪い。あ、そりゃそうだね。また来たのか、マスターカンカンだったぜ。いや、別にマスターになんかした覚えないんだけどな。うちのマスターはソロモン氏で受けた傷がまた痛むってわめくんすよ。八つ当たりされて僕はいい迷惑っす。どうしようかな。うんうん、トイレで気張ってる人がいるけど。あなたの気持ちはわかる。これは全世界の一大事。お願いします。ソロモンに潜入する方法を教えてください。わしの気持ちがわかるだと。生意気なことを抜かしおって。帰れ。僕のせいですね。すみません。アムロ、お前が責任を感じることなんかねえぜ。あのおっさんが頑固なだけさ。また来たのか、マスターがカンカンだったぜ。まあそうですね。今カンカンでしたね。ハマントンのところにやってきました。まだミネバもいますね。無理するでない。ミネバ様。そしてハマ。そうか、あの地下通路はすでに奴らに知られていたか。そうなんです。ジェリドが待ち受けてました。さて、どうしたものかな。また、シャーとガルマがいたバーに来たんですけど、シャーとガルマがいた席が空席になってますね。マスターから何か聞きたいんですか。そんなこと言われてもね。待てよ、あの人ならもしかして。あの人、
で、昔マスターが西洋になった人がいるんですけど、その人は取りなしてもらえばマスターも話を聞いてくれるんじゃないですか。その人は、ハマーンか。さっきハマーンのところ行ったばっかなんだけどな。ちょっと間を一回ハマーンのところに行きましょう。では、ムンゾに戻ってきて、ハマーンのところに行きましょう。さっき来たばっかなんですけどね。マーラジャカーンなら知っている。すでにこの世を去って2年以上経つが。ああ、なんてことだ。手がかりがきっちりと切れちまった。父がどうかしたのか。父、お父さんなのか。まあ、カーンっていうところで感づいてほしいですけどね。マーラジャカーンは私の父。実は、こにゃららこにゃららというわけなんだが。ならば私が行こう。私も父からその男の話は聞いた覚えがある。私なら説得できるかもしれん。体の方はいいのかよ。もうすっかり治った。医者がうるさいので寝ているだけのこと。では私はそのマスターに話をつけてくる。ミネバ様、参りましょう。うん。ああ、これでマスターから、ソロモンの生き方教えてもらえそうですね。早速、ハマーンの後を追いましょう。ザビシン、トンボ返りします。ザビとムンゾを往復してます。では、再び、ザビ氏に戻ってきたので、バーに行きましょう。おー、いるね。ハマーンがいる。おー、来たか。ついさっき話がついたところだ。ありがたい。ハマーン様から話を聞いた。俺はお前たちは気に食わんが、ハマーン様の頼みとあらば断るわけにもいかん。ソロモンに潜入する方法は二つある。一つは、コスマ・バビロニアからのルート。こちらはすでに封鎖されている。残るはムンゾ氏からの裏山にある。地下道を使う方法。この地下道は本来避難用の地下シェルターとして作られたもの。ただ、あの地下道はどういうわけか、ウルトラ大陸から繋がれついた怪物どもが住み着いている。流れ着いた怪物ですね。命が惜しければ違う、近づかない方がいいということですね。そうはいきません。あなたにとっては未だに憎べき敵なのでしょうけど、僕にとっては大事な祖国です。うん。じゃあ、その地下通路。ウルトラ大陸から流れ着いてきた怪物どもがいる、その地下通路を通って、ソロモンへと、まず向かいたいと思います。では、地下通路の場所にやってきました。たこ焼き屋がまだ屋台開いてますね。すいません、おじさん。へいらっしゃい。くんくん、いい匂いだな。たこ焼き一つね。バカ、たこ焼き買いに来たんじゃないだろう。おじさん、すいませんが、この屋台の下に大事なものがあるんです。一刻も早く調べたいんで、屋台をどけていただけませんか。ああ、構わんよ。どうせそろそろ店じまいしようと思ったところさ。ここも物騒になってきたしな。ただ、もう少し待ってくれんか。ちょいと後片付けすんやならん。で、後片付けされて、ここに地下通路があると。掘って掘って、地下通路出てきましたね。ではこの地下通路を通ってソロモンへと向かいたいと思いますが、その様子はまた次回プレイをしていきたいと思います。